久保さん。今回暗号通貨にしましょうか。はい。まあ久保さんがブレイクしたのはやっぱ暗号通貨を昔からちょっとね発信してたっていうのはあると思うんですけども。まああのね、セールスビデオ3000回回すって伝説のセールスビデオね <laughs>。<laughs> まああの時は1ヶ月でんですか売り上げとしては1億か。キャッシュとしては1000万ぐらい、キャッシュ入ってきたのかなうん。すごかったですね。 まああのー、まあ、やらないと分かんないっていうところがやっぱあるわけですよ。まあ今は仮想通貨に関してはそこまでなんだろうな。まあ認知度は昔に比べると多分まあすごく増えたんじゃないかなとは思いますけど、ただまあ今現状としても最近大手の海外のなんかねところがちょっと破産になったりとか、まあいろいろあるんで、まだっていう、まあなんかまだちょっとどうなのみたいなのあるとは思いますけど、まあ昔に比べるとまあちょっとはまあ あのー、認知は、浸透はしたんじゃないかなとは思いますけどね。うん。だからもうね、時代が変われば、どんどん変わってくるんですよ。昔、そのペ、PayPay ペが出たとき、電子マネーがこう出てきたとき、ね、あのー、なんか、ファミ、今、ファミペイっていうファミリーマートの電子マネーもあるんですけども、だからファミリーマートで、その、アルバイトしてる人が、外に立ってプラカードでね、PayPay ペペに登録すると500円ですよ、みたいにやってたんですけども、なんかその、おじいちゃんがね、 何が PayPay ペペだよと。うさんくせんだよみたいなね。なんか言ってたんですけど。も <laughs> う時代が変わってね、いまあ、だ,未だにクレジットカードが危ないとか怪しいと思ってる人もいるかもしれないですけども、多分もう時代の流れでね、例えばもう国がね、その、なんだ、紙の通貨をすらないくしますっていうふうに、100年後生きてるか分かんないですけど、おそらく100年後って紙の通貨なくなるんじゃないかなと思うんですよね。 うん、だって紙まあ、意味ないというかね。エコじゃないですよね <laughs> うーん。髪はどうなんですかね。まあ100年後生きてないんでわかんないですけども、髪必要なのかなっていう、うん。もう今はもうほとんどね、まあ今まだ現金しかダメっていうところもありますけども、 まあ日本はちょっとね、電子マネーとか遅れちゃった部分はあるんで、あれですけど、ただ、PayPay の利用者がもう5000万人ぐらいアプリダウンロードです。だからね、1億何千万人ですから、それの半分ぐらいは PayPay もうダウンロードしてるって話なんで、結構電子マネーもちょっと浸透したんじゃないかなとは思いますけど、時代が変わったら昔うさんくせっていうのもう別に普通になるので、ネットショッピングもそうじゃないですか、ネットで商品を買うっていう,うさんくさい、危ないみたいなのありましたけど、今みんな Amazon でガンガン買ってるだろうし。 うんだからまあ今の非常識は未来の常識になるっていうことですよねだからまあうーんそれを早くやった人の方がまあ先行者利益は得られますよね少なくとも僕は18年前からやっぱネットやってるのでその18年前からやってるおかげで今利益を得てますよで今からネット始める人は僕の利益は取れないですよね今から始めるわけですから うん、だからまあ仮想通貨とかもそうで前からやってる人はねまあ損をした人もいるだろうけれどもね送り人になった人も実際いますからうんら早めにやっとった方がいいですよ、うん、で僕がおすすめするのはやっぱその手出しが必要ないネットビジネスっていうのが僕はおすすめしてますよね別にそういういろいろいろんなもの出てきますいろいろねいろんな儲け話とかいろいろあるんだけども僕はやっぱね YouTube 無料ですし <laughs> 仮想通貨やんなくても仮想通貨の情報は流せるしね、無料でね。うん、だからあ、あの、リスクなく稼ぎたいんだったらもう無料のプラットフォームを使い倒すっていう、まあ僕自身もあの無料使い倒してるんですけど、それやった方がいいんじゃないかなとは思うんですけども、まあそれもネットがまだ怪しいとはね、本当に自分で稼げんのかなと思ってる人もいるだろうし、まあやらない人がほとんどなんで逆に今でもチャンス、ずっとチャンスですよね。そう。 でもね、100年後っつったらどうなんですかね生きてないんでわかんないですけど、なんかその、YouTube やってても当たり前にな,るなってるかもしれないですよね。今のちっちゃい子って、まあね、もう、だって昔はなかったんですけど、なりたい職業ランキング2位とか1位 YouTuber でしょ 昔はそのなりたい職業ランキングに YouTuber っていう存在はなかったわけですから,だからその若いちっちゃい子たちが大人になった時にもう生まれた瞬間から iPhone もあるデバイスもある SNS もあるっていう状況で育って大人になった時に SNS で何かを発信するインスタで発信する YouTube で発信するそこに対してのなんかその参入障壁っていうのが今と比べると全くあんまないんじゃないかなと。 まあ今でもね、ユタポン君みたいなのも,ここも出てますけども、ガンガン発信してますよね。だからなんか、どんどん変わっ、だからその、なんだろうな、結局そのスマホ生まれた瞬間からスマホ、生まれた瞬間から YouTube、生まれた瞬間から SNS、TikTok とかあって、で、それに触れて、でそのに、それに触れた子たちが大人になります。で、その大人になった人たち、子供を産みます。じゃその子供はもっと、あれじゃないですか。 だから逆に言うと、その親が、その、そういうのが当たり前にやっている、それを見て育ったりとかね、まあデバイスもあるしって話で、だから100年後は、なんか別になんかすごいことじゃなくて当たり前、まあ名詞みたいな感じですよね。なんかその、もし会社の面接とかだったら、じゃああなたの YouTube 見せてくださいと。あなた YouTube どんな、あなたは YouTube で何発信してるんですかみたいな。どんなチャンネル運用してるんですかみたいなね。 そういう面接があるかもしれないですよね。なってるかもしれないですよね。SNS は何やってるんですかみたいな。で、その採用。まあ、今もね、一部の企業では、その SNS の、そう、あの、なんだっけな。あの、メガネのね、オンデーズか。オンデーズの面接は、あの、インスタとかのフォロワーが1万人だったかな。その、一応インフルエンサーみたいな感じで、一応数を持ってる人は、その、先行を、 スキップでできるらしいんですよだからオンデーズとしてもうそれだけ1万人ぐらいそのフォロワーがいて影響力があるんだったらメガネ宣伝してもらえるじゃないですか。ね、めちゃめちゃいいっすよね。めちゃめちゃいい、採用した瞬間1万人にリーチできるというか営業部隊取れるわけですから。<laughs> いいっすよね。うん、だからなんだろうな、その会社がその人を採用するときも、 じゃあ、その人がどれぐらい SNS で影響があるのかっていうのも見てる会社もち,ちらほら出てきたので、まあまあなんかいろいろ変わってくるんじゃないかなと思います。だから今のうちやっとった方がいいんじゃないですか。うん。はい。いってらっしゃい。